あれ、こんな大きなテーブルどうしたんだ。準備って言ったのこれのこと。もうすでにいろいろ並べられとるし、緑茶がある。緑茶派か、お前らは。お茶としてはいや、そこにいいのがあったんだよね。運ぶの苦労したよ。さすが。そこをと彼が親指で指すのは東急ビルだった。神谷の腕は細く、諸住は女子だ。二人で運ぶのはさぞ苦労しただろう。おいなんか鉄くんのこと忘れられとるような感じでスルーしたな鉄はまあいいかみたいな感じで思ったんちゃう今他のメンバーも戻ってきており、テーブルの上にはスナックやチョコなど菓子が並んでいた。他のメンバー、あ、こっちにもおるんだ。あ、テーブルもう一つあるんやな。あ、こっちにも。まるで安っぽいパーティーだった。外で飲食っていうのもどうかと思ったんだけど、ここにいれば街の変化がよくわかるからね。なるほど。さ、みんな紙コップを持って。どうやら俺たちはクロノス空間、誰もいない止まってしまった渋谷に取り残されているらしい。うん。鏡の壁やあのメッセージ、不穏なものが多い。きっとみんな自分で思っているより不安だろうし、怖いと思う。そうやな。これからのことを考えると俺も頭が真っ白になりそうだ。神山君でさえ不安だ。ここが何なのか、これからどうすればいいのか、何もわからない。あまりにわからないことがだらけで、現実感さえ薄かった。しかし、先ほどコンビニまでの道のりを往復して、人気がないことを確認すると、だんだんと現実感が湧いてきた。分けば分くほど、考えなくてはいけないことが多くなる。ボラシハ事変と同じで、誰かトリガーとなっている人がいて、その人がいなくならない限り、僕らはここに閉じ込められたままなのかもしれない。私は死んだ。犯人は誰？殺されたのは誰なのか？そして殺したのは誰なのか？誰かを疑う自分に耐えられなかった。でも、考えてみてくれ。何をだ？円周率の 3.14 の後、3.14159292969、あんあんあんは分からん、この辺りから。9296のあたりかは分からんからな。みんながいる。しかも幼なじみのみんなだ。そうだな、みんな幼なじみ。小さい頃から馴染んできたから幼なじみ。最近は忙しかったせいか、みんなで集まることもなかったけれど、いつだって8人揃えば何だってできた。佐藤先生の迷子の犬を見つけ出したのはこの8人だ。屋上遊園地が潰れるのを回避させたのもこの8人だ。マジでそんなことあったんじゃ、過去に。え、そういうなんかちょっと面白そうな話、ちょっと掘り返してほしい話出てきたな。どんな感じで回避させたのか気になる。確か予約特典になんか小説があるんですよね。過去編みたいな、過去の話を綴ったような話の小説が。この話ちょっとその小説の中に入ってないかな。なんかちょっともう1年後ぐらいにさ、なんか外伝小説みたいな感じで出してほしいな、この話。ちょっと渋谷で犯行を繰り返していたひったくり犯を捕まえたのだってこの8人だ。マジか、お前ら8人それば怖いものなしみたいな感じのグループになっとんな、お前ドラえもんでいつもの5人がおれば何でだってできるみたいな感覚や、お前。言っちゃった中学校の思い出が次々に頭に蘇ってくる。しかも小学校の頃の話だった。小学生8人組でそんなことやり遂げたんじゃ。お前はいつだって話が長い、変わんないな、そういうとこすごい嫌な顔してるなんだかおかしくて吹き出してしまった。それを皮切りに、桃と
影山が笑い出し、神谷と諸住と町工事も笑った。わ、あんまり笑わんイメージがあるのに、愛ちゃんがこんな笑顔を見せる。それだけこの幼馴染という存在が強いことがなんかわかる気がする。あ、ゆうちゃんも可愛い笑顔。今日は同窓会ってことでほんま同窓会って感じやもんな、これ。幼馴染たちに乾杯。最後まで二階堂と東国は笑顔を見せることはなく、神妙な面持ちをしていた。この二人に関してはそれぞれ何か思うことがあるんだろうな。神谷の提案でみんなで料理をすることになった。料理だって、そんな食材とかそう器具とかあるわけでもないのにな。上に乗っとんやって上に乗っとんやってさ、別に普通のお菓子やもんな。どうした、神谷ズキッチンみたいなの始まるん神谷ズキッチンみたいなの始まるん、なんかなんかそう見たらお前なんかちょっと無性にエプロンが似合ってきそうな見た目に見えてくるんやよお前。共同作業して一体感を作った方がいいからね。マジか、共同作業、女の子のその共同作業俺やってみたいんやけど。ということらしい。メニューは定番のカレーだ。ほんまに定番じゃ。ああそうか、コンビニで人参とかじゃがいもとか浮いよったかな。スーパーまで行ったんかなこんな鍋とか結構簡単に調達できるんやな。でも渋谷やもんな、そんな店が近くにあってもおかしくないんか。あっちの班に混ざりたいな。ゆうちゃんの隣で包丁さばき見せたいな。包丁なんかあんま触ったことないけどな。まずは役割分担。皮むき担当は優と二階堂、神谷と諸住は必要な道具を取りに行き、町工事と東国はサラダやスープなどを作る。目利きの利く影山は、目利きでいいかな、影山は優軍的に全体のサポートを行っている。ああそうか、ちょっと人の心っていうかをちょっと気にしすぎるタイプやけど、そういうところがこういうところに役立ってきとんかもしれんな、この影山くんってキャラクターは。ちなみに僕はじゃがいもと人参を洗う担当だ。なんか下っ端っぽいぞお前京介、お前なんかちょっと下っ端っぽい役割してるな。重要やけど、なんか僕はみんなの方へと目をやった。料理をしている時って不思議とその人の人間性が見えてきて面白いものだ。抱えて笑えるような面白いスープ作ろうぜ。ブルーハワイカラーなんて何お前こんな時まで笑い取りに来てんだお前は。相変わらず君の意見には論理性の欠片すら感じられないが、その好奇心と探求心には感心しないこともない。ユリアちゃんなりの、ユリアちゃんなりの賛辞を送っているな。よし、僕に任せなよ。僕にかかれば見た目も味も自由自在だ。あ、爆発させる。芸術は爆発だっていう発想はもう古い話ですよ。カレーライス、キキーパー、映画撮ろうぜ。すごい発想力だ。お前、将来的に小説家とかを目指せるんじゃないか。二人の元気な遊び心と好奇心のおかげで、調理場の雰囲気が明るくなっていく。ムードメーカー、いいね、ムードメーカー。神谷もそれを見越して、このコンビを組ませたのだろう。おい、やるね。ブルーハワイカラーも、爆発も絶対やめてほしいから。そうだな爆発とか誰もカレーを食えずに終わってしまうっていう残念キャンプみたいになるからな。お前、桜井くん、食材を洗うならこのスポンジ使って、目が細かいから泥が落ちやすいよ。うわ、お前すごい気が利くじゃないか。お前人への気配りがすごいできるタイプの人間やな。とじゃがいもにこびりついた泥に苦戦していると、影山がスッとスポンジを差し出してきた。スッスッスッとスポンジを出し差し出した。スッとスポンジを。ありがとう影山、さすがの気遣いだな。さすかげって呼んだろう。さすが影山、略してさすかげな。
らいしかできないから。いやいや、人の心、人のことを気配りできる人間っていうのは大事だよ。コンロの火を調節してくれたり、切っても涙が出ないように玉ねぎをあらかじめ冷やしてくれたり、女子のためにおしゃれな食器を探してくれたり。おシャンティー、お前の存在価値です。おシャンティーだな。なんだそれ。存在価値おシャンティーってなんだ。鍵山はいつも縁の下で大事な役目を担ってくれる。洗い終わり、食材も皮むき担当に届ける。テーブルを覗くと、ゆうと二階堂は二人で並んで作業していた。わ、ゆうちゃんの笑顔。この笑顔を見るためにこのゲームをやってるようなもんかもしれない。ゆうが笑顔で二階堂に話しかけるが、二階堂はというと、ゆうの方を見向きもせずに、たまにボソボソと口を動かすだけだった。あ、なんか将来的にヤンデレと化してその包丁を突き刺しそうな目をしているな。気のせいかな。なんだか気まずそうだった。いや、もともと二階堂はあんなんだったっけ。テーブルに近づき、二人の手元を覗き込む。あれ、今日って早いね。もう洗っちゃったの。そうだよ、頑張ってるゆうちゃんのためにポンポンと仕事を終わらせちゃったよ。まあね。ちょっとその振り上げ方はちょっとまずいじゃないですかね。やめようよ、その感じ、その感じ出すのやめようよ。二階堂の手元を見て固まる。ああ、なんかいつか人に対してそういう感じのことしそうな気がするのはなぜだろう。そうならないでいてほしい。彼女がじゃがいもをまな板に置き、包丁を振り下ろす。スパンとじゃがいもが切断される。彼女の横を見ると、じゃがいもの立方体が並んでいた。すごい。サイコロチーズみたいになってる。すごいけど工程はちょっと怖いからやめてほしい。すごいけどさ、均等に切れてるもん、正方形だもんな。二階堂、これ何してるんだ。皮むきだけど。え、皮以外も、なんか皮以外の、皮むき以外の工程入ってる気がするんですけど、この感じ。立方体やもん、立方体。皮むき。皮以外のところも向けてる。皮というか中身を半分ぐらい削っているんだが。もしかして二階堂って料理したことない。皮はちゃんと消えているはずよ。皮以外も結構消えてますけどね。いやいや、でも家庭科の授業をやったはずだ。これはどういうことなんだろう。ミステリアース。え、なんだ、東京クロノスのミステリーの部分でこういう二階堂はなぜ包丁で立方体を作るのかっていう謎にも直面しているぞ。お前どうしてこんな大胆な皮むきを。でもジャガイモには目があるって言うから。いや、目以外の部分切れすぎですし、あなたは目の位置分かってるんですか。目だけ取り除けばいいんだよ。カレンちゃん、そうするんじゃなくてね、こうやって。今そっちの方法も試そうとしていたところよ。マジ、こっちの、まずこっちの方法を試しなさい。あなたは。二階堂がジャガイモを手に取り、まな板に置く。なんで置くんだよ。今ゆうちゃんはやったのはさ、左手に物を持ってそれをちょっとずつ皮を剥いていく方法だぞ。お前なぜまな板に置く。そしてなぜ振りを上げる。なぜお前振り上げる。お前そして包丁を振りかざす、振り下ろし。え、なんで立方体になったん。じゃがいもの立方体が完成した。え、もうこれある意味さ、アルキミストなんやけど。錬金術師と書いてアルキミストなんやけど。真似する気ないだろ。何を見てそれを学んだんだ。スクールデイズか。もらいたに送ってところからして違うぞ。あなたたち
何してるんですか。いや何してるんですか、こっちが聞きたいですよ。それは二階堂に言ってください。なかなか前衛的な切り方だねそうだなこれVRMMO の世界だったら前衛やな。お前キイド君と肩並べて戦えるぞお前。二階堂さん、ほら貸してください。これは私の仕事だし。おそんなこと気にしなくていいんです。美味しいカレーを作ることが目的でしょ。なんか遠回しにお前が聞いてたら美味しいカレーじゃなくなるぞって言ってそうな。分かったわ。お手並みは拝見。そう言って包丁を魚住に渡して場所を交代した。おい大丈夫か。魚住諸住こそ立方体を作り出しそうな気がするけどその立方体を作り出すという技術はどっから始まったんやお前どこ発祥なんやお前。特許取れるんじゃないか、技術的な特許を。まあ見ててください。はいって言いながら僕はあなたのおっぱいに目がいってるんですけどね。え、早っ。うまっ。アイちゃんすごい。弟たちに毎日料理をしているのでこれくらい当然です。そうか、弟がおるんだな。諸住の手さばきはいつ見ても惚れ惚れするな。すごいよ。おお、神谷くんがそんな褒めたらどういう反応するかな。アイちゃん、そんなことはないです、普通です。わすごい可愛らしい反応になっちゃったてか声のトーンちょっと変わったんやけど、声のトーンがもう神谷が褒めると彼女は頬を染めて視線を横にずらした。なんか神谷くんの目の前だけではなんかお求めになるね君。なんかよかった、今のいい感じはよかったぞ。その最中で、ではじゃがいもの皮を剥きつけている。見なくてもできるのかよ、ブラインドタッチや。皮剥き界のブラインドタッチや。私もあれくらいできる。まずはやり方を覚えよう。やめとけ二階堂、オチは見えてる。料理を返して見えてくるそれぞれの意外な一面に少しずつ場の空気は和んでいった。親睦を深めるという神谷の試みは想像以上にうまくいっているようだ。すると優が声を上げた。さてお料理も一段落ついてきたし、そろそろ撮影タイムを始めるよ。みんないい顔撮らせてね。おー来た、さすが写真部。どうやら写真家としての血が騒ぎ出したらしい。写真家としての血それはなんか親から引き継いだ血なのかな。ゆうちゃんの親って結構写真とか撮るタイプを、そういうので食っていってるようなタイプの人なんかな。そういえばゆうは幼い頃からいつでもデジカメをポケットに忍ばせていて僕らのことを撮影していた。充電器もないしバッテリー節約しておかないと。そう、取れたって、取れたって言い方ちょっと可愛かったよゆうちゃん。やっぱ君は俺の嫁だ、ここの中では。バッテリーならそこらから調達してくればいいじゃないか。ここは渋谷だ、家電量販店なんていくらでもある。そっか、そうだね、さすがユリアちゃん天才そこまで考えが及んでなかったのか。よし、どうせならビデオカメラとかもいっぱい撮ってきちゃおっと。みんな待っててね。ダッシュでかけていくユウ、本当に緊張感が消えてきたな。いいよな、その緊張しっぱなしの状態でおるよりはさ、こんな感じでみんなでワイワイにぎやかにやっといた方がいいと思うよ俺は。あ、夜になってきた。あ、ちゃんと夕日が夜になるんじゃ、概念時間帯が変わってくるんじゃ、この世界って。ずっと白い空のままで、どうしたお前何そのポーズお前これ なんか火がついた松明も取ったら聖火ランナーやぞお前。これから走り出しそうな聖火ランナーやぞお前みんながおのおのな位置で座っとって、
カレーを食べながら昔話に花を咲かせ、一通りみんなと話した。みんな変わらない。もちろん変わったことだってある。それでも今のみんなの中にかつてのみんながあることを確認できた。中学高校と話せなかった時間を埋め合わせているようだった。渋谷から出られないので自宅には帰れないが、ここも家庭のような居心地の良さを感じることができた。うん、そういえば東北だけは自宅が渋谷にあったはずだが、帰宅したくはならないのだろうか。そう、そうなんじゃ。ゆりあちゃん、どうしたお前。お前いつの間にかチンパンジーのモノマネし始めたんじゃん、お前。ろくに町工場のことをろくに見てるのゆうちゃんぐらいだぞ。あ、片付けてるね。ねえねえ、さっきのチンパンジーのモノマネよかったよみたいな感じで話してるのかな、これは。なんてことを考えていると、ちょうどその東北が椅子を持ってやってきた。ハロー、隣いいかな。どうした？ゆりあちゃんどうした？ちょっと脈ありな感じがするぞ、その寄ってき方は。お前、え、なんか俺になんか相談事か。いいよ、うん、近い。みんなと話したか？近い、結構近い。この距離で話しとったらちょっと照れる。わあ、ちょっと待って。なんかいい二階堂がカレンちゃんがちょっとヤンデレっぽい感じでこっちを見つめている。話したよ、懐かしいね。まったくね、もうずっと集まってなかったから。集まってないどころか、僕は他の7人とずっと会話をしてなかったような気がするよ。そうなんじゃ。東国は忙しいみたいだもんな。今だって論文みたいなのを執筆してるんだろ。マジか。高2の4月って言おったけど、え、もう大学生が卒業の時にやるようなもんなことをもうすでにやるよってことか。まあね、進捗はそんな芳しくない。そりゃそうだろうな。早くあの論文仕上げなきゃな。次もその次の論文だってもうテーマが決まってるんだ。もうそこまで考えとんじゃ。すげえなお前は。そうなのか、忙しいな。一本の論文を書き上げるのがどれだけ大変なのか僕は知らない。きっと他の6人だって知らないだろう。東北はそういった愚痴を誰かに話したりしない。そしてそんなみんなはこんな感じでおります。ゆうちゃんがなんか写真撮ってるね。あれ、カレンちゃん本読んでる。いつも笑顔で変な冗談を言って変わらない。僕らの中で一番変わっていないのは多分東北だろう。それは彼女が低身長だとか動画をだとかということではなく、中身が変わっていないのだ。それは成長していないということではなく、きっと彼女が小さい頃から大人びていたからだろう。元から結構成長した状態でおるみたいな感じなんだろうな。言い方としては書かなきゃいけないんだ。書いて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 、ずっと書いて、誰よりも書いて、一番にならなきゃいけないんだよ。僕が勝負できるのはスピードぐらいなものだから。そんなに書かなきゃいけないのか。書かなきゃいけないんだよ。どうして？物理が好きだから。違う、好きなのはあるけど、でも自分に価値があると証明するためかな。自分がこの世に生きている意味はそこにあるって考えとんかな。道具の価値なんて論文を書かずとも変わらない。実績があり認められている。君はいつだって必要とされているじゃないか。価値があるよ。なんかすごい賞を取ってただろう。だからって
一番なわけじゃないよ。僕よりすごい人なんてたくさんいる。そりゃそうだろう。活路を見出してくれてたのはいつだって東国だったじゃないか。君がいなかったら僕らは今こうしてないかもしれない。無礼なんやな。ありがとう。そんなことを言ってくれるのは桜井くんだけだよ。多分今頃パティがさ、え、僕も言ってるよ、しょっちゅう言ってるはずだけどみたいな感じで思ってるだろう。パティ、あれパティは、そういえばパティはお前、おいパティどこに置いてきたんお前、おいお前大事な友達であるパティはどこ置いてきたんお前。パティまで置いてきてまで桜井くんの隣に来たってことはお前よっぽど桜井くんのことに気を持てるだろうな。お前本当のことを言ったのだが遠くには響かなかったようだ。僕らに一番の安心感を与える存在が遠くだ。彼女がいれば大丈夫と反射的に思えるほどに彼女に解けない問題はない。ねえ桜井くんは帰りたい？え？ BGM が止まった。元の世界に、自宅に帰りたい？そりゃもちろん。そうだろう。この得体も知れない空間には恐怖感しかない。みんながいるから僕は平静を保てているだけだ。一刻も早く帰りたい。そうだろうな。ぶっちゃけこうみんながそう思っとるはずなんやけど。しかし少し考えてしまったのかも。考えてしまったのも事実だった。何を？この世界から元の世界に帰るということは、それはつまりあのメッセージにおける犯人を消せなくてはいけないのではないか。非現実的な情報でもあまりに物騒すぎて考えたくもなかった。帰りたいよ。早く自分のベッドで休みたい。まあテストがないのはいいかもしれないけど。確かに帰りたいよね。僕も帰りたい。早く帰りたい。一秒でも早く帰りたいんだ。じゃあなんでこの話をしたんだ？そんなに急いでるのか？急いでるよ。一秒経つごとに僕は価値を失っていってる。言われのように聞こえた。先ほどの言葉もそうだが、遠くらしくなかった。何かちょっと京介くんには弱みを見せてくるユリアちゃんがおる。僕がいない間、僕がいた場所に少しずつ誰かが入ってくるんだ。思うよりもそのスピードは速くて、あっという間に僕の居場所はなくなっちゃう。だから早く帰らなきゃいけないんだ。時間が経ってから帰ったってしょうがない。居場所がなくなるんかな。それは極端な気もするけどね。遠くの言うことがわからないでもなかった。僕らは8人でいつも一緒だった。当日は他に友達なんかいらないと思っていた。しかしいつの間にか8人でいることはなくなり、その穴は新しくできた友人が埋めてくれた。帰りたいならこうやってごまかしてないでちゃんと向かい合うべきだよ。ごまかす？神谷君の作戦のうちなんだろうね。みんなの不安を取り除いてあのメッセージから目を背けさせようとしている。そんなこと考えてるの？神谷君どうなんだろう。俺にはただみんなに安心してほしいっていうか、一致団結するような環境を作りたいっていう、そういう考えに思えてくるけど。作戦って神谷はみんなのことを落ち着けようとしてるだけだろ。俺もそう思う。考えすぎじゃないか。いや、クロノス世界に来てからの神谷くんはどこかおかしい。どこかおかしい？そうかな。普段の彼ならこんな状況では真っ先に犯人探しを始めるはずだよ。幼馴染を疑いたくはないけど、状況を打破するためには仕方がないからねとか言ってさ。
確かに言われてみれば、神谷には目的を達成するためなら多少の犠牲を厭わないところがある。それが幼馴染か犯人だったとしてもか。腐ったみかんを取り除くのが政治家の仕事だからね。昔神谷はそんなことを言っていた。お前そんな今もうすでに政治家目指そうと考えてるのか。お前すげえな。お前この状況における腐ったみかん、それは犯人に他ならない。でもあれはごまかしてるわけじゃない。まずはみんなを冷静にさせて、それから先のことを考えようとしてるんだよ多分。無駄はすぐに切らないと。ダラダラと体につけとくと、ヒルみたいに血を吸われちゃうんだ。いつしかヒルを取るタイミングを逸してしまう。そこで桜井君、僕から君に一つお願いがあるんだけど、聞いてくれるかい？何？この流れから何のどんなお願いしてくるの？それが目的だったんか？お願い？うん。みんなに向けていち早く脱出の方法を考えるべきだと高らかに宣言してくれないか？え、マジ？え、え？そんな重要なことを俺に任せてくるん、ユリアちゃん。いや、ハチのリーダーとしてやってきた京介くんだからこそ頼まれとんかな、もしかして。神谷くんの代わりに君にこの場の推進役を担ってほしいんだよ。それはちょっときついことを頼んでくるな。僕が？いや、僕は人の前に立つような柄じゃないよ。柄じゃない？いやいや、何を言っているんだよ。昔は君こそが僕らのリーダーだったじゃないか。え、そういえば昔の僕はそういった役割を担っていたかもしれない。何ができるわけでもないくせにこの集団の先頭に立っていた。僕なんかよりはるかに優秀な神谷がいるのに、リーダー気取りでみんなに指示を出していた。どうしてあんなことができたんだろうか。当時の僕のバイタリティは一体どこから湧いていたものだったのか全く思い出せない。確かにこのメンバーからしたら、どうしてもプレイヤーからしたら神谷くんがリーダーっぽく見えるんやろうな。なぜかその割には京介くんがリーダーだったっていうことになっとんよな。そのあたりがちょっと気になるところなんやけど、話進めてきたら分かってくるんかな。いや、僕は今の僕はそういう柄じゃないから。それにこの空気を壊したくない。そうか、それなら仕方ないな。神谷君も桜井君もやらないなら僕が推進役をやろうじゃないか。え？はい、みんな注目。おい、なんだよ、いいとこだったのに。お前、ゆうちゃんと何いいとこだお前言ってんだ。お前二人で切りでさ、立ってさ、向かい合ってさ、俺のゆうちゃんを取るんじゃないぞお前、町工事。お前、俺のゆうちゃん取ったらお前顔面が真っ黒になる車へぶん殴るぞお前。嫌な予感がした。みんな帰りたい？帰りたい、そうに決まっている。しかしあのメッセージのことがある。それと東北のブラシハジケンの話を組み合わせればおのずと答えは見えてきてしまう。みんな分かっているのだ。だからこそ誰も口に出そうとしなかった。みんなどんな反応だ？こんな感じか。まあまあ、東国、その話は明日にしよう。先延ばしにしても不安を煽るだけじゃないかな。今日はみんなよくわからない状況で緊張状態が続いたんだ。こうして精神をリラックスさせるのがまずは大事だと思うよ。そう、でもさ、ユリアちゃんの話を聞いた後に神谷くんがこう言おうことをこう切っておったらさ、神谷くんがこの先延ばし明日にしようっていうのはどういう意図があるのかちょっと気になってくるんよな。
神谷はなんとかその場を収めようとするが、いつもの滑らかな弁舌はない。即断即決を信条としている統率者としての威勢の良さがどこにも見当たらなかった。そこがいつものと違うなっていうところか。東北は神谷に日頃の力がないと見て取るや宣言するように告げた。食べ物に限界がある。水だってそうだよ。この世界には壁がある。資源は無尽蔵じゃない。ずっとここで暮らすのは無理で、いずれ争いが起きる。争い。その言葉にドキリとした。それは僕ら8人の中での争いのことを示していた。食べ物が少なくなっていき、やがて自分のことしか考えられなくなる確定的な未来であった。8人もおれば1人ぐらいそういうやつが出てきてもおかしくない、そういう話をしとるんだろうな。何も考えずに飲み食いできるのはせいぜい2ヶ月くらいだよ。そこから先はピリピリし始める。みんなの空気がよどむのが分かった。誰も反論することなどできない。東国はいつだって正しいのだから。現状は把握できたかな。なら明日から早速脱出に向けて動いていこう。なんかちょっとおしゃらけたことを話したりするユリアちゃんが結構真面目な顔になってる。もう今はそういう状況なんだろうな。みんなが得た情報を持ち寄ったり、この世界の仕組みについてディスカッションしてみたり、やるべきことは山ほどあるよ。